サッカースペイン女子代表選手へのキス問題をきっかけに選手から批判を受けていたスペインサッカー連盟は、代表の呼称に女子の文言を使わないなど改革を発表しました。スペインサッカーの女子代表はサッカー連盟会長のキス問題をめぐって女子代表チームでの国際試合ボイコットを実施していました。事態を重く受け止めたサッカー連盟は女子選手らの要求に応じる形で男女格差を是正する改革として幹部の解任などを決定しました。これを受け女子代表選手らは20日ボイコットを終了することで合意しました。またサッカー連盟の改革の一環として代表から女子の文言が廃止されることになり、今後男女両代表チームともスペイン代表と呼ばれることになります。